11月25日タワーホール船堀で2023江戸川ボランティアフェスティバルが行われました。この催しは区内で活躍するボランティア団体の活動を広く紹介することで支え合いの心を育むとともに、団体相互の交流と連携を図ることを目的に開催されています。去年はまだコロナ禍の中で粛々とボランティアフェスティバルを行いました。今年は明けました。なので大々的に楽しく、もっともっとね、来る人以上にやる私たちがね、楽しくやりたいと思っています。区の方でもいろいろやっていただいてます。いろんなところでね、感謝しながらこういったね、会が盛り上がっていけばいいなというように思っています。今江戸川区、共に生きる街を目指してます。支え合う、そういった地域の姿なんですけれども、それを最前線で実践をしてくださっているのが今日おいでの皆様だというふうに思っています。これからも皆さんの活躍、心からお祈り申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。いつもありがとうございます。会場では団体の活動発表や多彩な展示、イベントコーナーなど様々な催しが行われ、訪れた皆さんはボランティア活動の魅力を体感していました。より良い地域を築くために欠かすことのできないボランティア活動、こうした催しを通してボランティアへの理解を深め、実践的な活動につなげていきたいですね。